おそす、じゃはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。なんかね、新技臭いね、コース見つけたんだけどね、全然わかんないんだよね。どうすればいいか。まあ、P 踏まなきゃいけないんですよ。ただ、P 踏むためのその足場がないんですよね。失礼。ということは、まあ、P を下に落とすと同時に踏むができないと多分ダメだと思うんだよね。この場で踏むことはまずできないと思うんすよ。でもまあ、その時にできる。は?うわ、どうだろう。最初のパターンもあるか。結構いろんなことを試してみないといけないかもしんないな。まあ、横にこの P があると、てかこの P スイッチってクッソでかいんじゃないの?多分、自分の腰くらいあるんじゃない?それくらいの大きさなんだろう。まあ、それはどうでもいいか。上に投げるっていうあれもあるもんね。じゃあまずはここら辺から、あ、落ちちゃうね。踏めるこれ。いけますですよね。あ、いけた!踏めた!踏めたけど死んだ。どうやってた今。こんな感じ?おー!いけたね。なるほどね。これは、スピランでは使えなさそうだけど、いや、まあ、スピランでもできるか。どっちかというと、鬼畜コースの鬼畜テクニック的な感じで使われそうだね、この技は。うわ、これはなんか、見つけちゃいけない。より厳しいコースができちゃったんじゃねえのこれ。これ、あかんやつだよ、多分。はい。さあ、4月の26日ですね。いただいたコースです。5時間ほどコース作るのにかかったってことなんですけど、難しくてクリアできなくてのそのあっちなのかな?それとも、コースが凝ってか?どっちなんだ?クリアチェック含めての5時間なのか?どうなのか?不感症だな。OK。しまった!どうしよう。勢いよく右上に飛び出せないかな?これが一番いい。あ、待った、右に一回ま、今一気に行けたな。ここか?うわ、ちげえのか。別にここ乗ってもいいわけじゃん?あ、惜しいな。あ、普通にこのドア入んなくても行けそうだな。とりあえず、ゴールですね。嘘だろ?はい?まだ参るこれ。うわぁ罪だということは、ジャンプしてピャーンって行かなきゃいけないですね。どっから行くんよ、これ。この辺から?うん。ほっ。結構難しいな。よいしょ、いい。いいねランキング第2位。リトルフォロー。リトルフォロー、リトルフォロー。テレサが追いかけていく的な、いや、むしろ連れていかなきゃいけない的な。あー、やっぱそうだ。じゃあ一回戻りましょう。あ、ちゃんと動いてくれるんだな。あぶね。多分こいつも連れていかなきゃダメなんだろうな。ギリッギリまで。オッケー、来てくれてますね。結構難しい。おう。どうしてもな、調整で左向いちゃうよね。こんな感じで。だから動きが止まっちゃうんだよな。さあ、おいでおいで。これは入れってことか。あ、確かにこいつがないと。あ、でもまあ、これで入れるか。とりあえず、ワンステージ突破。中間いただけるのか。ありがたい限りですわ。
まあ、でっかいのリトルだよね。ちっちゃい方がちゃんとついてきてくれないとスターをもらえちゃうの。いいの。あぶね。これさ、あ、しまった。飛んだろうと思ったのに。無理だー、落ちまった。あ、思えばこの玉っころがあればいけんじゃん。オッケー。わざわざ難しい生き方しなくても。よいしょい。 P が落ちてくる。うん、ですね。うわ、ぶね。で、ここが道になると、あ、そうなんだここはコインなんだ。はい、また3分の2中間ですね。ごっつぁんです。あ、ぶね。あれ、危なかったよね、今の。めちゃめちゃ危なかったですよ。お、跳ねくれんのか。待ってね、一応、こいつ連れて行った方がいいと思うんだよね。そんな。よっしゃいうわぁ、危ねえ。なんかあるわけじゃないんだね。オッケー。シンプルリアクション、コイン200枚。200枚で完結。何のキャラだ？あ、早速取られた。取られんの早すぎ。2キーアップってもまああれだよね。100人マリオチャレンジじゃないから。ちょっとわかりづらいけど。頑張ってゼンマイ取っていきましょうよ。せっかくならね。へいへい。へいへい。そっち来た。オッケー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 。で、ここで行きたい。よっしゃい。ガリガリが、いやらしい感じ。いやらしい感じ、オッケー。キノーコー。ありがとう。ここでキノーコーいただけるのはとてもありがたいですね。ほっ。うわー、なんか踏んじゃいましたけど。大丈夫、耐える。オッケー。いやー、何をやっているの。帰ってまいりました。あは、取れた。まずいな。バブルか。ここで行っちゃおうか。うわ、危ねえ。スパナをうまいことかわして倒す。危ねえ、今死んだと思ったぞ。ここ。うん。今度はバブルが下に降りてくるときに飛ばないと。ここら辺はちょっと厄介ですよね。はい。はい。でっかい状態で来たかったなぁ。はい。うわーい、そうなると思いますい。あー、左で食らった。まあでも中間いただきますよね。今んとこコインは一応全部取ってます。ここか。オッケー。なんかまた新キャラが。これどうなってんだ。そういうことか。こういけということか。了解。ここは行っちゃいましょう。うわっ、あばばば、あぶねえ、セーフ。うわぁ、ミスったミスった。ヒー、よいしょ。あー、取られちゃった。一応コインは全部取ってきてるけど。うわぁ、この逆ベルトがやらしい感じだな。はっ。よっしゃいー。うわぁ、そうか。あぶねえ。あいつも落ちてくるわけだ。そしたら、ここ乗れるよね。オッケー。怖っ。でっかいのが急に落ちてくるよ。オッケー。よいしょ。バネー、バネかー。厳しいなー。くそ、一枚逃したか。ここでキノコを取って、コインを取りつつ、左のブロックの上に、戻ります。オッケー。ほっ。よし、ただいま。このタイミングか。まあ、ゆっくり見てても大丈夫かな。OK! 完璧ですね。うわ、これはやらしい感じだな。とりあえずこれに乗って、
バブルの様子を見ながら右に行ってる時に着地、にゃーん、しっかり乗って、よし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 、これが良かった、これで良かったと思うんだ。うわ、落ち着こう落ち着こう、食らっちゃったけども、うわー、これむずいなーすよね。上の感覚がわかんなすぎる。ここか、まあ、これは大丈夫だね。これは落ち着いていきましょうよ。OK。まあ、これも大丈夫だよね。上どうなってんだ、あれ。はい。うわぁ、上あったんだ。大丈夫だったんだな。あー、音符のタイミングが。ここだ。これど、何？これはどっちかっていうと、え、めっちゃむずいじゃん、これもう。真ん中抜けじゃないもんね。上抜けだもんね。ここだ！よし。オッケー。ここミスなしで上がってきたのはうまいな。うまいな、これは。何よ、これやめて、そういうの。両方一気に落としていいかな？おー、なんだ、なんもねえじゃねえかよ。焦らせんなや。え？あ、じゃ、左だ！タラちゃんの歌なんか歌ってる余裕ないよ、これ。ワン、ゴー！タイミングが。タラちゃんの歌終わっちゃった。タンタ、タラちゃん、タラちゃん。あ、そういえば全然コイン取ってねえぞ、ここ。タン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 。あ、タラちゃん、終わった。これ全コイン取んのすげえぞ。プロだぞ。ほっ、ほっ、ほっ、ほっ。何枚逃してきたんだろうな、俺。うわ、これむずい。いや、タラちゃんの歌とか言う、歌ってる余裕ないから。に似ている。いや、これ死ぬ。タッ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 タラちゃん、タラちゃん。あ、タンダタラちゃん、タラちゃん。リヴァイ兵長に似ている。もみあげ、タッタッタッタラタッ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 。あ、終わってた。だいぶコイン逃してきたなぁ。いやー、これ全コインはきついわ。はい、4月の26にいただいたコースです。マリオゲームセンター。クレーンゲームやメダル落とし、シューティングや格ゲーなど揃えました。6ゲームって書いてあるんで、あと2つあるっぽいですね。これは楽しそう。実況用のっていうか、クレーンだね、これはね。何を引き上げりゃいいんだろうな。あ、適当に引き上げて、この音符のところにとりあえず行けばいいんだろ。あ、もうこれは、ほぼほぼ行くようになってましたね。なってましたね。今度は、プッシャー、プッシャー、押す？落とす？あー、これはあれだ、メダルゲームかな。こんな感じだよね、そうだよね。うまい、うまく表現したのはすごいね。これの表現の仕方はプロくね？パ、ん？パンチング？パンチングマシンか。で、バッティング、あ、打っちゃう。Y? お、なるほど。すげえ。すごいな、浅田真央ちゃんより回ってんじゃん、これ。どこで俺ゲットしてた鍵？全然気づかなかったよ。シューティング。ああ、なるほどね。まあ、これはそんなに、難しいあれではないですよね。あざおーす。さあ、次行きましょう。ファイティング、ファイティング、戦うんですよね。今度は誰と、まあ、クッパか。ででででん？あ、なるほどね。これでボム兵ちゃんが発動されますよ、と。発動されることで、あ、ちげえわ。なんか P が来たわ。あ、危ねえ。一個取んなきゃいけないやつだった。危なっ。あ、爆発で、道ができて、ウィーン！すごいね。よく綺麗にウィンだけ残した。すげえ。
おお。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。